挙手をお願いいたします。
漫画ですよね、はい、それ一巻でもう完結しています。これは一巻で終わります。ただすごく複雑な人間関係が書かれてて、本当に読み応えがあって、また大人から子供をその被害者にしないようにするためにはどうすればいいのかとか、何度読んでも結論が出ません。本当に読み応えがあるんです。はい、ありがとうございます。それでは次の質問はまだ。ありがとうございます。あのちょっと作者の方が私が勉強の時に知らないんですけど、どういった方なのかというと、あとなんで漫画っていう表現なのか、漫画家さんの方に。漫画です。この清水玲子さんという方は、まあ、結構知ってる方は知ってるんですけども、結構その方ですね、人間関係、その交渉もない、その犯罪に巻き込まれていく被害者たちが非常に書かれている、作者の方で、今度秘密という漫画が映画化もされます。で、どんな話を読んでも本当に常に問題提起をしてまして、それを読むのに本当に小説、下手な小説よりもずっと深いところまで書かれていて、この話もそうなんですが、まあ、皆さんのおすすめのディープな話が起きられてない方におすすめの漫画を感じました。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方に。はい、ありがとうございました。それでは時間となりましたので、中林さんに発表を終了いたします。ありがとうございました。